パレスチナ自治区ガザの保健当局は12日、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘によるガザ地区の死者が3万5000人を超えたと発表しました。アメリカの CNN はガザ地区の民生防衛当局の話として、戦闘で破壊された建物の瓦礫の下に埋もれている遺体が推定で1万体に達するという見方を伝えています。イスラエルのテルアビブでは大規模な反政府デモが行われ、参加者はネタニヤフ首相の退陣を要求しました。一方、アメリカ政府はイスラエル政府に対し、ラファへの侵攻拡大を自制すればハマス幹部の居場所を含む機密情報を提供すると伝えたということです。